こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キララファンタジア、召喚ですね。今回は召喚のいくつかある召喚の中からですね。ごめんなさい。眠くなっちゃって。何をやるかな。キララファンタジアピックアップ召喚かな。リアリティの確率が高いのはライネですね。今回の勇者のグルメピックアップ召喚に向けて、これ井戸か歩きか、こっちの方がライネより魅力はあるんだよな。ピックアップ対象はライネですからね。キララファンタジアっていうより事実上ライネのみのピックアップ召喚ですね。カオス先生とか小塚小夢もいますがピックアップ召喚になります。あえてですね、今回勇者のグルメエトワリア食機構を後半、やっぱりルキーコミックガールズでも良かったですからね、こちらを、ピックアップで出せればなと思っております。まずは初回10回召喚やってみましょう。行ってみましょう。なるほど。ああ、星音はならない。アイスカターレット、どんどん行きましょう。星音出ないな。まだ出ない。おっと、星音の色か歩きか。色か歩きです。アルケミストになりました。みんなのために頑張って戦うからよろしくね。ファンシーで素敵なコスチューム。でも胸のあたりは見ないでもらえる？エタナルかな。次回も頑張ります。またいつでも来てくださいね。ということで、後ろではありますが、おチアはレベル3ですね。後ろではありますが、色か歩きを手に入れました。ダメだよポルカ。一応このコミックガールズ、こちらも 1枚だけチケット召喚やってみるか。星5来てくれるといいんだよな。けどなかなか来ないよな。あ、ダメだ。次回も頑張ります。またいつでも来てくださいね。はにゃ、ダメだよポルカ。はい、というわけでですね、この勇者のグルメエトワリア食機構ピックアップ召喚を行ってみ、後半を行ってみました。星4、星5のルキではなかったですが、このピックアップの星4のルキ、アルケミストが、登場してまいりました。皆さんのこのガチャはいかがだったでしょうか。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。